よ。チャオ麺3つ、辛いのお願い。だから朝食は出来たて熱々のシャオ麺しか勝たん。このピリ辛身にしみるな。漂白者さん、お口に合いますか？白氏は昨日からずっと研究員に閉じこもってるみたい。データだの報告だの全部終わらないと会えないかもな。いや、超重要サンプルの漂白者なら話は別かも。研究員の入り口に漂白者を縛り付けて、しばらく時間を置けばあっという間に過疎研究員に行列ができる。で、その列の先頭を見てみれば、漂白者の具合が気になって仕方がない白氏が並んでるってわけ。でしょでしょ。白氏に用があるときは漂白者を出動させよう。そういえば昨日の話の続きで、マンゴスチンと葉っぱの方はまだだけど、飴玉と日時計についてはある程度分かったんだよね。研究員に1回行っただけで2件も解決できるなんて、漂白者が冴えてるっていうか、レイン様はわざと分かりやすくしてる？漂白者さん、次はどうしますか？星の海、黒髪の少女、逆さまの天空海、それに手の甲の王冠から溢れ出る音源。一番近いのは雲稜谷と極楽の原だと思いますが、その話は初めて聞きました。天空海と音源は実在します。それに音源が落下した場所が雲稜谷と極楽の原というのも、漂白者さんの話と合致しています。もしかしたら夢ではなかったのかもしれませんね。その少女が漂白者さんの記憶を取り戻す鍵ということなのでしょう。それにレイン様の情報もそうですが、夢が私たちを極楽の原まで引き寄せているのは間違いないと思います。明式戦争の古戦場であり、残像町の起源、さらに予期軍の前線駐屯地。でも場外に出るなら私は一緒に行けなくなる。仕事があるからな。やんやん、漂白者のことは任せたぜ。用があってもなくてもいつでも連絡してくれて大丈夫だからな。信じてるよ、漂白者。はい、そうします。行こう。共鳴者も、共鳴者が携えている音階も、その能力を上げるためには特殊な素材を使わなければいけません。そういった素材が必要な場合は、訓練基地で権現教官を訪ねてください。そこで自分に適した訓練を受けると素材を入手することができますよ。聞こえた？なんか人が悲鳴を上げている。
あの方向は良きの訓練基地ですよね。大げさですよ。しか新兵訓練を任されているゴンゲン教官は確かにちょっと厳しい方ですが、漂白者さんでしたらきっと大丈夫です。城門の警備が一段と厳しくなったみたいですね。この先は北楽野原です。通行権限がなければお通しできません。同志さん、もう随分経ったからもうそろそろ諦めてくれないか。これは昨日会った軍人さん、その説はどうも。金堂は共鳴者、腕にも多少自信がある。故に城外に向かい人探しをする所存である。一度任されたからには見つけるまでは帰れない。そこはどうか理解いただきたい。たとえ共鳴者であっても今はお通しできません。城内はさほど変わりないように見える。前線の状況はそれほど緊迫しているのか。これも城内を安心させるためだ。どうか分かってくれ。それに北楽野原には兵士たちと共に紀元将軍がいます。確かに戦場は危険ですが、将軍であれば必ずどんな困難も退けてくれるはずです。それとお前のことも報告しておいた。城内で家宝を待っていればいい。ここで時間を費やす必要はない。巡礼所への説明もしたし、その他諸々の手も尽くした。引き受けた以上どんなことでもやる。それにあなた方の苦労も理解している。だから頻度はあなた方を困らせたくはない。ここにいて邪魔なのであれば姿を隠して遠くから見張ることも可能だが。戦況は常に変化している。ここで待てば予期軍に会えるわけじゃない。予期軍が帰ってきても探しているその人がいるとも限らない。それに戦場は危険だ。通行権限も簡単に手に入るものじゃない。はい、確認しました。二人で間違いありませんか。ありがとう。この恩は決して忘れない。軍人さん、これなら問題ないよね。最高レベルの権限なら、はい、大丈夫です。というか軍を率いていてもおかしくないレベルだな、これ。はっ。それってつまりあなたは石崩れの高地にある予期の駐屯地で退役した軍人のお孫さんを探したいということでしょうか。ヤンヤン殿の言う通り。チエンという人についてヒンドウもよくは知らない。山から降りる途中でチエンの家族総合爺さんと出会ったのだ。当時彼はお孫さんを探して道に迷っていた。お年寄りを一人にさせるわけにもいかないから、一番近い昆州城まで連れてきた。身の安全を確保したかったので。知らないおじいさんをわざわざ安全な昆州城に連れて行くなんて、同志さんはやはりいい人ですね。総合じいさんと昆州城まで来られたのも
優しい人たちの助けがあってこそだ。ご高齢ゆえ記憶が曖昧になっている総合爺さんは、軍の召集を受けた家族を一人で探していた。まさに頻道の出番。ご老人一人にそんなことはさせられない。それに総合爺さんは危険な場外までよく人の目を盗んでお孫さんを探しに出ている。その旨は巡礼所にも連絡したのだが、頻道いても立ってもいられなくて。このマンゴスチンは葉っぱにツヤがあって皮も柔らかくてちょうどいい硬さで、萼片は8枚あって果肉も柔らかい。いいものだね。頻道は幼い頃から同感に育てられて、ほとんどの時間は山で師匠たちと一緒に修行に励んでいた。そして師匠に術を学んで山に引きこもるだけでは足りない、人と交流するのも修行と言われて、頻道は山を降り千山百丈を遊歴し、俗世にも様々な考えや感情があることを知った。これまでも多くを得たが、学ぶべきことはまだまだ尽きない。事前に集めた情報によると、総合爺さんのお孫さんは石崩れの高地にいる可能性が一番高い。二人に会えてよかった。これでようやく本格的な人探しができる。頻道にお任せあれ。なんでこんなところに一般人が。残像町の後方戦場はすぐそこだ。軍人でない者は。予期軍東白所属のヤンヤンです。人探し支援。探しているのは共鳴者じゃなくて一般人なんだよな。いかにも。会ったことはあるか？無事なのか？一応な。あいつは正規の軍人じゃないのに、なぜか戦闘に参加しようと躍起になっていた。そのせいか、去年から密かに輸送隊について行ったことが何回かあったんだ。それで副班への軍需官に連れてかれた。今城内にいないのであれば、おそらく前方の副班への駐屯地にいるはずだが、そこから先に進むと戦場だ。それ以上は行かないでくれ。一般の者を危険にさらすわけにはいかない。感謝します。それとその方向に向かうなら、同僚である東博に協力してほしいことがある。付近の2つの偵察装置の連絡が途絶えている。状況を確認してきてくれないか？わかりました。偵察装置の座標をデバイスに送信しておく。行こう。この先が偵察装置。妙に人が多い。軍人には見えませんね。
礼。ここで何をしている？戦場の近くは危険だ。俺たちは何も。ちょうど城内に戻ろうとしてたところだ。すみません、この偵察装置ですが。逃げろ。もう無理、お腹ペコペコ。許してくれ、もう盗むしか方法がないんだ。何があった？最近北部の戦況が厳しい。物資が減って生きることさえ難しくなってきた。それでいろいろと考えた結果、やっぱり町に戻ることにしたんだ。でも私らはもう長い間ろくなもんを食ってね。金もそこをついちまった。大体の奴らはもう歩けないくらい腹が減ってんだよ。でたまたま通りかかったここに貴重な備品が置いてあるのを見つけたんだ。軍隊は戦争に行ってるし、誰に見張られてるわけでもないし、この木に何か盗んで金にしようと思って。偵察装置が機能を失えばここに残像蝶が発生する可能性が高まります。もし本当にそうなれば、前線の戦士たちは敵に囲まれた状態に陥ることになる。そうして人に迷惑がかかるとは考えなかったのですか？知ったこっちゃねえよ。残像蝶が来る前に死んじまいそうだったんだ。盗みは許されない。返してもらおうか。だが今週城までまだ距離がある。この具桶はあなたたちにあげよう。あと食べ物も金も少しだが持っていくといい。これだけあれば今週城まで持つだろう。これ全部？ありがとうございます。落ち着け、今から食べるな。恩人様に礼を言うのが先だろう。常に善を持って人を救う、ゆえに捨てるものなしと師匠が言ってた。気にするな。じゃ足りねえよ。待て待て待て、こうさんだ。もうやめてくれ。金道は食べ物も金も渡した。それなのになぜこのような真似を？もしかしてまだ他の仲間がいるのか？今の動き、加えてその服装、一般人ではないですよね。立派な一般人だよ。ついこの間追放者になったってだけで、もともと町を出て順位から逃げようと思っていたんだが、まさか北部での戦闘があんなに大変なことになるなんて。ボスの貯蓄はすぐ空っぽになっちまった。だから町に戻ろうとしたんだが、途中で食料と金を使い切っちまって、それで仕方なく盗みを。ちょうど駐屯地に誰もいなかったんだ。じゃないとさすがに軍のものを盗む度胸はねえよ。なあ、あんたら私らと違って少年まで善人なんだろ。もう少し金を恵んじゃくんねえか。ほら、こんなにたくさんの人が苦しんでる。それに今は怪我してるやつもいるんだ。こんなんじゃ足りないんだよ。待て、先ほど頻道が渡した物資で今週城まで持ちこたえられるはず。たとえあの人数でも十分だ。頻道も山を下ったことがあるゆえ、一人が生き残るため今週にたどり着くために必要な最低限の物資量を知っている。おい、なんだよ、
もう少しくれてもいいじゃないか。お前らだって武士に困ってるわけじゃないだろ。貪欲は苦しみをもたらし、満足は富をもたらす。金道はあなたたちが無事に町へ戻るためのことをしたまで。いや、ジョーちゃん、知らねえだろうけど、今じゃ金も稼ぎにくいんだよ。もし町に行って仕事が見つからなかったらマジで大変だぞ。金道も似たようなものだった。山を下り、かろうじて今週までたどり着いた後、一から勉強し仕事を学んだ過去がある。金道でもなんとかなったんだ。経験も知識もあるあなたたちにならきっとできるさ。それでも生活に困り仕事を求めるのなら、六千茶屋の関心頻度を尋ねるといい。ああ、分かった分かったから、もうこれ以上しねえよ。ほら戻るぞ。もうお説教はごめんだ。頻度はそういうつもりでは。あ、待って、盗んだものを返すんだ。覚えてやがったか。えいへい、これでいいだろう。破壊した偵察装置は一つだけですか。そうだ、一つ目をやったらあんたらに見つかった。本当ですか。でもそちらの偵察塔は。知らねえよ、あれはとっくに壊れてたようなもんじゃねえか。茨だらけで触れやしねえし。わかりました。予期の駐屯地も近いですし、漂白者さん、関心さん、まずは偵察装置を修理しましょうか。取り除いて信号灯を直す。茨でふさ、茨でふさがれている。どうにか茨を取り除いて信号灯を直さないと。この茨、力ずくではちぎれないようだ。周りに何か使えるものはないか。この茨、力ずくではちぎれないようだ。この茨、力ずくではちぎれないようだ。周りに何か使えるものはないか。関心さん、平気ですか。頻道が戦場に出るのは初めてだ。城内との雰囲気が全く違う。
今日届いた物資を確認しましたが、足りません。全然足りません。再度城内と連絡を取り、できるだけ早く追加の物資を要請してください。しかし申請はまだ。城内に大至急手続きを進めてもらいましょう。たった1秒の遅れが前線を崩壊させます。あいつらはそんなことにも気づいてないの？はい、リストをお渡しします。いざとなったら直接私と連絡を取るように伝えなさい。ではお願いします。もたもたしない。まだ運び終わってない物資もあるでしょ。どちら様でしょうか？増援の方ですか？ああ、予期軍の方ではないようですね。予期軍の東白所属のヤンヤンです。そしてこちらは、すみません、少々お待ちを。気をつけなさい。この箱に入っているのは全部医薬品よ。もし怪我人が使える薬がなくなったら誰が責任を負うの？丁寧に扱いなさい。東白ならば増援ですよね。ちょうどよかった。すぐまた前線から負傷者たちが帰ってくるので、ちょっと失礼。もしもし。オーバークロックした共鳴者がいる。わかりました。すぐ移動してください。私が対応します。お願いです。その手伝っていただきたい。負傷者を世話する人手が足りません。私は今からオーバークロックした共鳴者のところに向かわなきゃいけないので、そちらをお願いしたい。具体的に何をすれば？彼らの安全を確保してほしい。治療はプロに任せて。ありがとう。軍隊というのはこんなに忙しいのだな。息をつく間もない。物資、医療、点検、人手、管理、後方の綿密なサポートがあって初めて前線が機能しているのですよ。なるほど、戦場はこんな厳しい場所なのか。知らなかった。大半の方は知る機会がありませんからね。むしろそれが普通かもしれません。それに人々が心配や恐れを抱かず安心して生活できるようにするというのも軍隊が存在する意義ですので。行こう。大丈夫か？医者を呼ぶか？大丈夫。少し息苦しいだけで。平気。平気だ。やっぱり呼んでこよう。
からこんなのかすり傷だって。俺は戻る。落ち着いてください。出血が止まっていません。大したことねえよ。腕一本なくなったぐらいじゃ俺は止められねえ。してねえよ。俺の共鳴能力は自分で傷口を癒す。ただ今回は少し時間がかかるだけだ。治療は俺より必要な奴に回せ。動かないでください。あなたは危険な状態にあります。落ち着いてください。お願い、この人を押さえつけて。わかった。手伝ってくれてありがとう。少し休んでもいいですよ。ひどい怪我だ。心配しないでください。全員処置は終わっています。そのうちまた戦えるようになりますよ。それにしてもキエン将軍が予期の制度を改正して以来、負傷者の数は大幅に減りました。先輩方の話によると、以前の軍隊には一般人も多くいたそうで、その頃の戦場では死体が散乱し、血が川となり、辺りには雨でも洗い流せないほどの血の匂いが漂っていたらしいです。今の方がずっとマシですよね。それに一つ一つの傷はたくさんの敵を倒した証です。予期軍の共鳴者は皆一騎当選の強者。こんなにたくさん傷を負ってしまったのは、きっと想像しきれないほどの敵を倒したってことなんですよ。国を助け民を救い、衆生を再度する。予期軍の戦士と比べれば、頻道が成したことなど、まだ足元にも及ばないようだ。そう卑下なさらないでください。とにかく、今日は手伝ってくれてとても助かりました。だいぶ負傷者たちも落ち着いたようですね。別の用事があるのであればもう行っていただいて大丈夫ですよ。一つだけ伺いたい。軍需官はどこにいる？軍需官ならここの上層部で調度品の配給をしているはずです。彼を探しているならそこのエレベーターから上に行くといいですよ。漂白者さん、どうしましょうか？これは道場でも使われている栄養補助のレシピだ。負傷者の回復に役立つかもしれない。ぜひ受け取ってくれ。え？あ、はい、ありがとうございます。在庫の確認は？備品リストは？消耗品の集計を早急に。通信経路も点検もまだ。正月、このリストを上層部の亜室のところに届けてくれるか？あなた、正月じゃないですね。正月はどこ？何か用事でも？失礼します。私は予期軍所属東伯の一員。こちらは漂白者さんと人探しをしている関心さん。金堂は先に人探しに向かうが、後ほどまた漂白者殿、ヤンヤンとのと交流したい。
つもりだ。ああ、私としたことが手榴弾と間違えて、これはマンゴスチン。そうですね、まずこれは昆州城の物産では取れないものなので船での輸送が必要です。残像町がひどい今では生活物資の輸送が優先されますから、こういった果物はおそらく北洛野原の戦闘が勝利を収め紀元将軍が凱旋しないとまずありつけないものです。今の水運ルートといえば、昆州南部の延長の沼から昆曹の港に泊まり、それから輸送隊を福波の戦士に護衛させて城内に入るという感じですね。それとこのマンゴスチンは賞味期限が短く、手榴弾と間違えやすい問題もあって、補給として使われることは滅多にありませんね。人探しの調子はどうですか？チエン殿を見つけた。彼はこれから福波の物資輸送隊に同行して城内に戻り、総合爺さんのところに帰るつもりらしい。チエンは純朴な心の持ち主だ。祖父の影響を受け、軍のために自分も何か力になりたいと考えている。ヒンドウは漂白者殿、そしてヤンヤン殿と道中見聞きしてきたからこそわかる。今この瞬間もすぐ前方にある戦場は、これまでに見たどの光景よりもはるかに過酷な場所だ。この世の全ては戦争によって変えられ、戦争によって苦しんでいる。下の道は森にある、中の道は町にある、上の道は戦にある。養父師匠はそう言っていた。だからチエン殿の思いも理解できる。チエン殿の考えは、良きに加わるために厳しい訓練や試験は必要ない、戦場では共鳴者かどうかの区別は必要ないというもの。しかしヒンドウはチエン殿の言葉にも一理あると感じてしまったので、言葉にて説得することはできない。そこで師匠の教えを思い出した。ヒンドウが何か行うたび、師匠は試練として組手をしてくれたことを。ヒンドウはただかつて師匠が組手を通じて教えを説いたように、チエン殿に伝えてあげたいのだ。なあ漂白者殿、ヒンドウは勝つべきか、それとも負けるべきか。虚にして屈せず、動けばいよいよいず、多言なればしばしば窮し、中を守るにはしかず。確かにそうだった。その考えはもっともだが、すぐ見破られてしまった。組手の後は支援は共鳴者と一般人の差を身で感じ、自分が戦いで役に立つという理想はあくまでも机上の空論だと悟っていた。自分にできることがあったとしても、それは自分に言い聞かせるための暗示に過ぎない。敵を倒すにはまず自分が強くなる必要がある。漂白者殿とヤンヤン殿はまだ用件があると聞いているが、後ほど暇があれば六千茶屋を訪ねてくれると嬉しい。二人に助けられたこと生涯忘れない。関心さんについては予想外の出来事でしたね。今回マンゴスチンが戦争を指していると分かりました。果たしてレイン様はこれで何を伝えようとしているのでしょうか。
漂白者さん、何か思いついたのですか？つまりマンゴスチンを通じてレイン様が漂白者さんに伝えようとしている情報は残像町ということですか？波のように湧き出る残像に防衛線が潰されでもしたら、それこそ被害が交流以外に及ぶ可能性も。ここはまだ後方ですが、すでに風から殺戮の気配を感じます。緊張、不安、一体前線で何が。対はしない。どうして？どこにてうがつ？反撃の時だ。これでどうだ？これで決める。突然声をかけても動かなくなったので、
一体何が起きたのですか？視界が残像のものになって、北楽の原で起きていることが見えた。青龍を操って軍を率い、万軍を凌駕する勢いを持つ。それは予期軍の旗印、紀炎将軍の象徴です。すぐ先の戦場では、その紀炎将軍が戦士たちを率いて残像町に立ち向かっています。偶然とは思えないですよね。導かれた戦場の近くでちょうど鎮守軍将軍が戦っているなんて、本当に空間を越えて戦場を感知したようですね。この戦場はある異変の予兆のようですね。あるいは北楽の原から伝わっている流れ息がいつもより不気味な感じがします。漂白者さん、今この時あの戦場はあなたと何かつながりがあるはずです。ですが声の周波数は全く感じませんでした。漂白者さん、白紙は葉っぱに残像の周波数が残っていると言っていた。最後の印が示している場所はあそこだ。そちらは中部大地吉村の方ですね。時には少し休んでノートを見返す。そうすると風から読み取れる情報がより鮮明になり、絡まった思考も解きほぐされるんです。漂白者さんもやってみますか？この辺りです。以前も葉っぱから嫌な気配を感じたのですが、あまりにもかすかなものだったのでその時は断言できませんでした。ですが今は意識せずとも伝わってきます。この場所にあふれる三鬼の憎悪の感情はとても強い。漂白者さん、ここには何かおぞましい過去があるはずです。まずはウォンクの中の残像を片付けましょう。
気をつけてください。これも音の力だ。アンコールの時間だ。全員の割れろ。やっやっ食らえ。行くぞ。これも音の力だ。この光で一気に行くぞ。ここには何かありそうですか？儀式で使われていそうな変わった木札ですね。どうしてここにこんなものが？普通は指導とかにあるはず。それにかなり古いもののようですね。過去の記録によると、この村の人々にはある信仰があり、定期的に大規模な古い祈りの儀式を行っていたようです。その儀式で使われていたのでしょうか？他のところも回ってみよう。同じ言葉を繰り返しているようですね。しかしこれは普通の残像ではありません。残像とは本来他の周波数を吸収することによって生まれた存在。おそらくこの残像は人間の周波数を飲み込んだのでしょう。繰り返される言葉は襲われた人が残した意識の再生。つまりこれはその人の断末魔であり、ここで起きた血塗られた事件の一端。ごめんなさい。いえ、そういうわけではないのですが、とても複雑な感情を感じ取りました。深い悲しみとほんの少しの期待。漂白者さん、私に考えがあります。私には救済を切望する声にあの残像の悲鳴、そしてこの村の悲鳴が聞こえました。この村は助けを求めています。この奈落の苦しみから解放されることを期待しています。ここで起きたおぞましい事件、そして残された被害者の反響。これらの痕跡を見る限りそれほど時間が経っていないようです。風に残されたメッセージもまだ消えていません。無音区の影響かある人為的な介入なのかは分かりませんが、この出来事はまだ表沙汰にされていないようです。でも私は今私たちにしかできないことをすべきだと思います。被害者がまだこの場所にいるかもしれません。それに
危険な何者かの気配も感じました。この状況は鹿にも伝えます。ですが正式な調査隊が到着するまで私たちで調査を進めてみませんか。すみません、根拠のない主観的な意見で。ありがとうございます、漂白者さん。では注意して進みましょうか。この子はここにいさせてあげましょう。このあと小さいですが何か変ですね。敵との戦闘でできたものではないような。負傷者が引きずられた跡にも見えますね。見てください、ここ大量の足跡があります。争いの痕跡ですね。ここで何かしらの争いが起き、そして負傷者が出たということでしょうか。これはもしかしたらフラクトシデスの仕業かもしれません。フラクトシデス。はい、私も詳しくはないのですが、過去に東博としてフラクトシデス絡みの事件に関わったことがあります。フラクトシデスは人間と残像を融合させようとする強敵な組織です。規模も大きく、過去には各国で何度かテロを起こしています。人間と残像。フラクトシデスは今週でも活動の爪痕を残していて、確認された組織の末端人員はアーティファイサーと呼ばれています。さらにその上には指導者である観察がいます。それぞれ異なる能力を持ち、格別に危険とされる存在です。彼らの本当の目的、それは世界の滅亡、永遠の力を手に入れるなど、その主張は様々で正確には誰にも分かりません。ですがその恐ろしい組織の中でも特に目立つ観察がいます。全ての秩序を破壊し悪行に興じる混沌と狂乱の代弁者、フラクトシデスに関連する証拠ファイルでこのカードを見たことがあります。フラクトシデス観察の一人、スカー。これは彼のものです。もし彼が関与しているのであれば、この村の人々は残忍で非道な仕打ちを受けたに違いありません。自己紹介が台無しになったな。自己紹介しよう。そうだ、俺がスカーだ。その残忍で非道な狂人さ、せっかくのご対面だ、邪魔されたくはないだろう。あの子はお前の判断を鈍らせる。あの子のことが気になるのか。そうだな、お前には嫌われたくないからな。ああ、あの子は無事だ。でも今は二人だけの時間を楽しもうぜ。関係ねえやつのことは忘れてな。
話したいことがたくさんあるんだ。記憶をなくしたんだって。ああ、そうだ。教えてやるよ。すでにお前は争いの中心にその身を置いている。未知の存在の登場が熾烈な争奪戦の幕を切って落としたんだ。これまでお前が会った全ての人、あの子も含め、みんなお前の役割を理解している。ああ、この世界は貪欲で残酷だよ。生きている人間をただの駒として扱うなんて。だから俺が真実を教えてやろう。酷な運命に向き合おうとしている俺の大切な友達のためにな。そう、これは俺の誠意なんだよ。言葉だけでは通じないか。俺の目的は至って単純。互いをより深く知りたい。ただそれだけだ。さあ、もう少しこの村をよーく見てみようか。答え合わせはその後だ。世界を知れば知るほど、お前が何を選ぶべきか、おのずと明白になる。俺たちのゲームがもっと面白くなるぜ。それまでは貴重な二人きりの時間に邪魔が入ってくるのは嫌だからな。おいおい、勝手に犯人扱いするなって。この村に何があったって聞きたいのか。直接は教えられない。そんなことをしたら興ざめだ。それに言っただろう、よく見てから答え合わせしてやるって。ほら言ってみろ、何を見た。へえ、もうそこまで気づいたのか。じゃあここで何が起きた。よくある話だな。無垢な子ヤギ、邪悪な狼の群れ、はっきりと分かれる善と悪。それに人々の変わらぬ想像力と世界を支配するお粗末なルール。だが現実はそんなおとぎ話みたいなとこじゃないんだ。では重要な手がかりを教えてあげよう。この村の事件はそう単純なものじゃない。この物語の登場人物は無垢な少女、人望高い村長、そして純朴で善良な村人たち。筋書きは愚かな崇拝、揺れ動く善意、知れ渡る嘘、奪われる命、そしてあの小さくて特別な存在、やがて迫る死と。これ以上はネタバレだ。さあこの村を見てくるといい。お前が紡ぐこの村のストーリー、楽しみにしてるぜ。
これが物語の始まり。村には自由で幸せな子ヤギの群れがいました。子ヤギたちは食べ物を見つけるために毎日頑張って働いています。夕方になると子ヤギたちは集まり、狼に見つからないように身を隠していました。人はおとぎ話から教訓を学び、そして伝えようとする。だがこういった話は大抵事実を改変してできたもの。それに同じ話でも語り手が違えば全く異なる話に変わることもある。聞き手が理解する物語は数多あるバージョンの一つに過ぎないんだよ。まるで今の俺たちにそっくりだろ。残念だが全てのきっかけは俺じゃない。この村は俺と今週の因縁の始まりなんだ。お前を導いてくれたレインに感謝しないといけないな。ある日、ヤギ飼いがこの村にやってきました。ヤギ飼いは子ヤギたちに食べ物と隠れ家を与え、子ヤギたちの願いを叶えてくれました。それから子ヤギたちは幸せな暮らしを送ることができるようになりました。そうか、そんなに続きが気になるか。安心しろ、まだ物語は始まったばかりだ。ヤギ飼いは子ヤギたちが欲しいものを全て与えてくれました。子ヤギたちはヤギ飼いに尻尾を振ることによってたくさんの青草と安全な住みかを、対価を必要としない無限の資源と完璧な生活を手に入れたのです。こうしてヤギ飼いは子ヤギたちの神となりました。子ヤギたちは高くそびえるその姿に向かって祈り、感謝し、敬い。どうした？顔色が悪いぞ。でもお前なら、こんな誘惑に負けず上位者に頭を下げ懇願するなんてしないよな。何も早く意気投合できるとは。そうだ、その通りだが、今の世界は違う。ヤギ飼いはまだいる。子ヤギたちはそれを何食わぬ顔で受け入れているんだ。だからお前の理想とするその世界を俺と一緒に作らないか。行こう。子ヤギたちは日夜火を囲んでパーティーを開き、ヤギ飼いを歓迎しました。ただ一匹黒ヤギを除いて。そしてある夜、その黒ヤギは気づきました。子ヤギの数が日に日に減っていると。漂白者、この世に対価なしに叶う願いがあると思うか。昔の俺もそう思っていた。十分な対価があれば必ず報われるってな。だが違った。真の等価交換など存在しない。世界は最初から不公平だ。そうだろ？
報われたいのならもっともっと対価が必要だ。願いを叶えるために重い対価が必要なのであれば、願う人も躊躇し利害を天秤にかける。だがもし他人がその対価を払うのなら、誰もがこぞって願いを叶えようとするだろう。自分自身が他人の願いの犠牲になる可能性に気づかずに、面白いだろ。なんだ、まだ俺と話したいのか。断る。おっと、俺を脅そうなんて考えるなよ。今は手札があるからな。がっかりさせないでくれよ、脅迫者。その後、最終的に可愛い子ヤギたちはいつも通りの朝を迎えました。ただ一匹、そう、ヤギ界が作った新しいルールを黒ヤギは破ってしまったのです。こうして隠された真相が明らかになり、ヤギ界が子ヤギたちの願いを叶えることも、それに伴う犠牲もなくなりました。黒ヤギがしたことを見て、ヤギ界の権威的な言葉を聞いて、それで子ヤギたちは黒ヤギに何をしたと思う？これが自分たちのそばに何よりも恐ろしい悪魔がいることを知らずにいた、哀れで愚かな子ヤギたちのお話。こんなことまで気づいてくれて嬉しいよ。ではお前が紡ぐこの村の物語がどうなったか答え合わせの時間だ。子ヤギたちが次々と消える元凶は、ああ確かに元凶はヤギ界だ。ヤギ界に願いを叶えてもらった子ヤギ、彼らはその対価について何も知らなかったわけじゃない。だが残念なことに、子ヤギたちは誘惑を目の前にして盲目になった。いや、人ごとだからといって盲目のふりをしたんだ。彼らはもしやり直せる機会を得たとしても、きっと同じ選択をするだろう。子ヤギたちはただ受け入れることしかできない。死神の鎌が振り下ろされるその時を。それじゃあ二つ目の質問だ。願いを叶えるための対価とは、果たして命より大事なものなどあるだろうか。最後の質問だ。黒ヤギはどうなった？いや、今は答えなくていい、脅迫者。これからお前が見るものを教えてくれ。真実とは。ヤギ界は他のヤギを犠牲にして願いを叶えてあげたが、子ヤギたちはヤギ界に騙され、ルールを破った黒ヤギを犠牲にした。半分は合ってるかな。子ヤギたちは村の中で互いに助け合いながら狼から隠れて暮らしていました。ところが
村にやってきたヤギ飼いは子ヤギたちの願いを叶え、食べ物と安全な住処を与えてくれました。そうして子ヤギたちは幸福で安定した生活を手に入れ、ヤギ飼いは子ヤギたちを支配するようになりました。そう、これが物語の始まり。ヤギ飼いは唯一の黒ヤギを見つけ言いました。あなたの願いを叶える。しかしその対価として他の子が必要だと。しかし黒ヤギはヤギ飼いの提案を断ったのです。それがきっかけで黒ヤギは仲間外れとなり、食べ物と住処を失ってしまいました。それだけでなく、仲間の子ヤギが次々と消えていくのです。ヤギ飼いはこう言いました。黒ヤギがルールを破った、彼こそが子ヤギの消えていく元凶だと。そしてもう子ヤギたちの願いは叶えないと。全ての子ヤギは何食わぬ顔で自分の願いを叶えてもらいながらも、自分自身が対価になる可能性があるととっくに知っていました。しかし子ヤギたちはみんな自分だけは対価に選ばれないとずっと思っています。それと同時に、自分がすでに対価になるリスクを背負っているのなら、いっそのこと自分の願いを叶えるために他のヤギたちも同じリスクを背負うべきだと考える子ヤギもいました。心では分かっているのに誰も口にしなかったのです。恐れながらも、飽くことのない欲と新たな願いを叶えるために何度も何度もヤギ飼いのルールに従いました。被害者加害者を延々と生み出し作られた素晴らしい平和、それが黒ヤギによって壊されるまで。子ヤギたちとヤギ飼いの貪欲さは黒ヤギによって断ち切られた。しかしそれはやがて怒りの炎を燃え上がらせました。それから炎の跡も血の跡も暗黙のルールとともに誰の目にも映ることはなくなったのです。どうだ、なかなかいい物語だろ。お前もこれで村の真相が分かったんじゃないか。ルールを破った黒ヤギ、権力と欲望に屈した利己的、そして自己中心的な白ヤギ、生贄にされた少女、欲望に溺れ奪い合い、そして殺し合った村人たち、まあ全て奴らの自業自得だ。反逆者を処刑すれば、子ヤギたちを震え上がらせ怪獣させ、揺るぎないルールを維持することができる。俺か？残念だが、それは大間違いだ。俺は最初からヤギ飼いなんかじゃない。俺たちは既存のルールを破る黒ヤギなんだ。面白い。ますますお前のことが気に入ったよ。ならば一緒に見届けようじゃないか、あの黒ヤギの結末を。果てしない混沌、今のうちによーく考えてくれよ。どっちが正しい道なのか。
お？もう見つけたのか。頭ゆらゆら、お目目ぐるぐる。ヤギさんたちのお出ました。ヤギさんふわふわ、黒いの白いの花柄が幼い。気をつけろよ、足元に倒れた先人を踏まないようにな。せいぜい奴らと正しい密相を急ぐな。落ちれば粉々になっちまう。これも音の力だ。だ、甘い。ほら、俺たち似た者同士だと思わないか。今は反論を認めないぞ。せっかく俺の元に来たんだ。ゆっくり話をしよう。ルールを作る側のヤギ界とルールを破る黒ヤギ、どっちになりたい？強靭な集団の中にいるただ一人の正常者。お前にとって彼は正常か、それともただの異端者か。考えてみろ、ヤギ界は世界のことは失う。奴がいなくなれば世界は黒ヤギを受け入れてくれる。加害者と被害者のカテゴリーをなくすことができる。行くぞ。これも音の力だ。響け。脅迫者さん、カーの元凶を破りました。これで少しは手加減してくれてどうもありがとう。脅迫者さんに近づかないで。俺と脅迫者二人にしてくれるって約束したはずだよな。条件付きでね。変なアドリブ入れないで困る。そんな急いでお前の脆い完璧な学章を守らなくてもいいじゃないか。加減は分かっている。わざわざ言わなくていい。脅迫者、どうやら今回のデートはこれで終わり。ただし俺が言ったことを忘れるな。天からの賜り物、公正公平な取引、それとも一攫千金の博打。さあ、お前は最後に何を選ぶのか、今から楽しみで仕方ない。お前は賢いから、そう簡単には決められないだろうな。では、また近いうちに会おう。追いますか？私は大丈夫です。どうかお気遣いなく。スカーは空間テレポートと異空間を生成する能力を持っているようですね。さっき閉鎖空間に閉じ込められた時、ほとんど何も感知できなくなってしまいました。それで元凶を破るのにも手間取ってしまって、遅くなってごめんなさい。お兄ちゃん。え、どうしてここに？これほどの知能を持つ残像は初めて見ました。でもお兄ちゃんってまさか。可能性はあります。スカーも昔ここに来てたのですから。それより脅迫者さん、私が来るまでに何があったのですか？
基地村で起きた惨劇の真相、どうやらあの儀式と深く関連しているようですね。スカーはよく物語を使って自分の理念と立場に大義名分を与え正当化させます。彼の言葉の真意を確かめるには実際に儀式が行われた場所を調べるしかありません。あれ、どうかしましたか？残像周波数の痕跡が2つ、そういうことですか。風が導く方向はあちらです。行きましょう。南か。はい、二人とも無事です。ご推察の通り、スカーは彼らに実害を加えませんでした。はい、ご指示の通り、私は一切手出ししていません。そちらの状況はいかがでしょうか。どうか身の安全を第一にお願いします、レイン様。そういえば脅迫者さん、前に見つけた木札を出してくれませんか。やはり間違っていませんね。ここと同じ流れ息を感じます。私たちに何か伝えようとしている。ここには特別な何かがある。消えた。これは日記のようですね。最後まで、あの女の子は村の人たちの無事を願っていました。でも誰かの犠牲によって人が救われることなどありません。言葉を繰り返す残像も、あの女の子の願いを伝えるためにここに残っているのでしょう。あの漂白者さん、少し寒くなってきましたね。帰りましょうか。すみません、脅迫者さん。あそこ、少し不気味な感じがして、風はほとんどなかったのですが、
それでもたくさんの時間を超えた感情や思いがあそこには渦巻いていました。期待、憎悪、絶望、そしてあの日記が綴っている悲しみと思い。日記の主は何を思っていたのでしょうか。過去の平穏な暮らし、それとも自分の家族。すみません、考え込んでしまいました。今後こんな惨劇はもう起きないと胸を張りたいところですが、私にはそう断言する自信も勇気もありません。これも私が東博に加入した理由の一つ。このような惨劇を阻止できるよう自信と勇気を身につけたいという理由です。この世界の悲鳴を阻止することはできません。でもせめて身近な悲鳴を止めたいのです。ありがとうございます、脅迫者さん。そう言ってくれて嬉しいです。もう起きてしまったことを引きずったり嘆いたりするのはよくありません。帰ったらここで起きた事件と得られた情報を整理して報告しましょう。では帰りましょうか、一緒に。